番手ショートゴロ、ゲッツー投手か、大和から牧一塁へ、ダブルプレーです。詰まってサードバックハンド掴んだ宮崎、スリーアウト。宮崎の好フィールディングがありました。結局3人で1回の表、カープを0点に抑えたガゼルマンです。第1打席はショートフライでした。サードショートです。ショートゴロ下がって掴んだ、二塁送球、フォースアウト、一塁アウト。余裕間に合いました。ショートゴロ併殺だ、まあ、とにかく今日はショートサードへの打球が多くなっています。ガッツポーズを見せていました。ガゼルマンのカットボールですかね。2ボール2ストライク。バットの先、ショートライナー、大和つかみました。バットの先でしたから打球に勢いがありませんでした。大和いいタイミングでジャンプしまして、大和つかんでワンアウト。チェンジアップ。